緊急速報。やばい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 。落ち着いてください。いややばい、これは落ち着いてられるかいな、もうやばいってもうめちゃくちゃ。早く皆さんにお伝えしてください。はい、ああ、はい、そうやね。はい、あの皆さんやばいっす。もう、速報で出ましたよ。はい、明日5月21日23時から東京 FM、桑田佳祐の優しい夜遊びで未発表の新曲がオンエアされるということが発表でもやばいっす、はい、されますね、やばいです、はい、ですね、もう本当にどうしましょうね、はい、もう楽しみで楽しみでもう仕方がない、はいはい、もうワクワクが止まらない、もうどうですかこのやばさ。いやもう待てないです、私明日まで待てない、明日まで待てない、明日まで待てない気持ちですね。もうね、はい、今日の23時にどうにか1日前倒しで、はいはい、優しい遊びオンエアされないかなみたいなね、はい、思うぐらいまあ優しくやばいんですけど、はい、まあ本当に緊急速報で、はい、今日ちょっと動画撮らせてもらってるんですけど、はい、まあこんなにね、はい、やばいことがやっぱり今後もやっぱ起こってくる可能性あるので、はい、あのもしちょっと気になる方は、はい、チャンネル登録だけちょっと済ませてください、はい、お願いします。あ、まあでもね、はい、あの書かれてるのが、はい、桑田佳祐さんの未発表の新曲っていうふうに書かれてるので、はい、なんかね、はい、あの新曲は未発表やろうと思うんですけど未発表の新曲っていうのがね、なんかね、はい、まあ、気の回しすぎなんでしょうけども、はい、多分ね、はい、あのなんかこう引っかかって、なんかものすごい特別なことが起こったりするのかなとか思いながら、はいはい、桑田佳祐さんで、はい、また新曲、平和の街、はい、からまだそんなに空いてないのに、はい、新曲第2弾みたいな感じですよね、はいはい、これはもう本当に楽しみだと思いますし、はい、どんな曲なんでしょうね、どんな曲なんでしょう、ね、はい、まあ、ロックテイストなのか、はい、最近よくね桑田さんが使う歌謡曲テイストなのか、はい、またまたこうしっとりさせる曲バラードの曲なのか、はい、まだ僕たちのね想像だにしない天才桑田佳祐ここにありという、うん、まあ、曲なのか、楽しみで楽しみで、はい、やばいです、はい、やばいです、やばいです、はい、ぜひとも、はい、明日、はい、23日土曜日桑田佳祐の優しい夜遊び、東京 FM で一緒に、はい、佐々木たちとね一緒に、はい、まあ、聞きましょう、もう本当にあの桑田さんの、まあ、きっとね、歌詞朗読もあると思いますので、はい、楽しみでもう待てないね、ほんまに、はい、ぜひ明日一緒に聞きましょう、はい、ということで緊急動画でした、はい、またお会いいたしましょう、それではバイ。